いぶしまきひこってやつ。まきひこだって。まきひこ。伊藤さんのコントキャラにいそうですね。いぶしまきひこ的な。まきえとか。まきえ。どういうキャラだろうね。特別なクエスト。ご確認ください。え？百竜夜行だって。一人で行くのこれ。終わる？どうやら今回はそろります。新モンスターなのでちょっと一回ソロで行きますね。で皆さんちょっとロビーここで待ってていただけたら次ね一緒に行けると思いますので、ではちょっと行ってきますね。よし、仕事したくない、放送見てたい、サボっていいですか、燃えはげる親父さん私は見てほしいが仕事はしないと生活がわが今日何を並べて、なんかちょっと雰囲気違うぞ。ここ落土の辻の縁と並ぶ表現じゃないぞ。なんだこれ、これが巻き人か、誰だ、なんだこれ、どうやって戦うんだ、ハンマーできるのか、マキ VS マキだって。マキマキ。百竜夜行覚えてみたいな。任務が追加されたよ。百竜夜行はね、覚えてないよ。あ、間違えた。あ、全然準備 OK じゃないのにやっちゃったじゃん。意味がわからない。里のために。全然準備 OK じゃないよ。もう来ちゃうよ。移動型受け入れを進みましょう。もう来ちゃったよ。R1 を頼んだな。全然準備完了じゃない。完了しちゃったよ。してしまったところがね、ナンセンスすぎて。
そうなの。どういうこと？本物が来たね。やばいやばい。第一の群れは終わりました。うん、よかった。ハトさんが、なんかね、いやスキップしないでください。ねえ。ハートだしすぎてさ。ハートだしで、このエリア設置数って書いてあるのが、これはいけるよね。そうですね。まだ2分の1なので。で、防衛レベルが上がると、いろんなこういう置けるものが解放されていきます。うん。とかね、頼んだぞ。左のバリス、地上バリスタもいけるね。ふー言ってるから、これでよし。こっちも一人でやるの大変だよね。自動型頼んだぞ。一人後藤さんしか打てない。頑張って。自動になってくれる人、この辺とか、はい、違う違う違う、あとはここは、そこはそれでいいと思います。不弦は、不弦は好きなところに、下のエリアから行きます。で、反撃のドラがなってないときは最高とかで打った方がダメージも、みんな元気。そうそう、バリスタとか
ケプケが上にいた。なんかロビーから離脱しちゃったって、なんか時間がもうなかったのかな。あれ、あ、そうか、また設置タイム、はい、新しいやつ、ちょっと置いてない場所に置いていきましょう。追い返してみます。行きましょうか、これでよし。受け立ちするぞ。我が民の前に知るせ。絶対に倒す。ちょっと来て、
ょう。やめて。びっくりした。やだ。出てけれよ、超ひどいんだけど。これえ大丈夫か。何だ、何が起きてるのこれ。全然わかんないんだけど。止めないとって言われててもマジで
意味不なんだけど。門が攻撃されて、あ、門がね、反撃ののろしが上がったからね。とりあえず今攻撃しなきゃいけない時間みたい。あらら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 。いけない。もうね。すごい。やめたー。もう。シュッシュッ。わかんないよ。反撃のこの2番の時は何したらいいの？これ攻撃していいの？これでも食らえ。全然当たんないんだけど。あー、動画壊されちゃう、動画壊されちゃう。もう何してんのかさっぱりわからないけれども見てこの焦り具合よ。チャットのメニューとか開いちゃうから意味がわからない、マジで意味がわからない。どうしたらいいんだ俺。ちょっととりあえずここ開きたい。最後は明かり見るのエンジェルに吹っ飛ばされた。ブラ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 。ちょっと待ってくれよちょっと何の時間なのこれ。もう全くわからないけど、回避まで来たよ。あーもう違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 う。誰か助けた。マジで意味が全くわからなかったけど。やばい、もうなんか涙が出てきそうだわ。あーやめて。どっち？危ない。何がダメかさっぱり分かんないのにさ。あーちょっと待って、力つけちゃった。え、そうなの？門が壊されなければ。びっくりした、クエスト失敗かと思った。気を取り直すで下校。気を取り直すで下校。かあ。ちょっと待って。一回取りましょうね。テンパりすぎて可愛いでこれ。マジテンパりすぎ、もうほどほどがあるでしょってぐらいテンパってるけどもね。落として、クエスト失敗。ガーン。
ああなんか知んないけどまた激凛がなんかさまみつねとは相性がいいみたいで終わってしまった。パッパラパーパパパパパーパパ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 パ